めての方、あ、初めての方。初めてですよね。僕初めての方。そこら辺は。あ、実は花友フェスタとかで会った方がいらっしゃるのか。あ、でも半分ぐらいですか。本当？な、やっちゃん会ったことある人。あ、会ったことある人、逆に。結構でもいらっしゃる。あ、お、だからやっぱりほぼほぼ初めての方多いですね。鹿児島以外のところから来た方、どのくらいですか？二人。あ、じゃあほぼほぼ鹿児島だ。やっぱりだからすごいですね。シャンドさんのおかげ。ユルフワ演技へやっチャンネルを登録してる人。それはそうでしょう。それは当然ですよね。見てない人登録してくださいね。はいはいはい、今からでも間に合いますよ。もう それに関しても僕どっちでもいいと思ってるんで。本当に。シャンドさんの登録してる人。ああ。よかった。うちもちゃんと登録してもらってありがとうございます。今日はもちろんやっちゃんにいつものように植え込みをしてもらうんですよ。で、サントリーさんの苗をですね、入荷日を前倒しで早めに入れてもらったの で、ね、はい、滝の山田さんがいますから大丈夫です。わすごいですね、はい、影の支配者ですかね。そうなんです。はい、なのでちょっと今日はですね、これはあの植え込みの実演をしていただいて、もちろんあのいつもの育てる感じのお話を聞いて、いろいろアナベルロードとかで、ね、はいはい、着物とかもいろいろあのされてらっしゃるんですけど、最近ですね、PW さんの宿根草と低木がですね、あのすごい進化してて、おすすめがちょうど入荷して、ちょっと午前でだいぶ売れてしまってるんですけど、おすすめの入荷の商品とかもあるんですよ、苗がこう強肩のですね。そう、僕がおすすめ本気で育てたいと思ってる。僕忖度ないんで、でね、これはいいよっていうのをちょっと用意してもらったので、はい、サントリーさんのコロロと、あとはボンザマーガレットとかも来てるので、ちょっとやっちゃんおすすめのお花とかを店内散歩して植物を紹介してもらって、はい、でその後にじゃんけん大会でちょっとプレゼント、あ、はい、僕が植え付けたお花をじゃあみたいな感じでやりましょうかみたいなね、しますので、はい、であとですね、今日やっちゃんグッズもいろいろですね持ってきていただいたので、最後あのサインと記念撮影と、はい、買ってくださった方はですね来ていただいてという流れでいきたいと思いますので、皆さんよろしいでしょうか。店内ツアーやるとき皆さんと一緒にここ回りながら YouTube の撮影させていただきたいんですけど、 OK ですか？そしたらそれシャンドさんと僕のチャンネルで流しますので。本当はちょっと朝一かどっかでですね撮ろうと思ってたんですけどね。そうそうそう、あの朝早くからちょっと来られた方たちもいてくださってですね、うん、ちょっと取りそびれてそうそう、そしたらこのイベントの企画としてやっちゃんと店内回っちゃおうみたいなことで撮影しちゃおうっていう一石二鳥というちょっと頭のいいアイデアを思いついたので、今日皆さんさえよければというね、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、もうすっかり始まったような感じではありますけど、そうですね、始めましょうか。始めましょうか、はい、始まってなかったんですね。そうですね、今そういう話、ね、はい、まだでした。はい、はい、時間となりましたので始めさせていただきたいと思います、はい、はい、皆さん今日はたくさん午後からありがとうございます。ありがとうございます、はい、今日はですね千葉からはるばるやっちゃんに来ていただいて、はい、ここで生やっちゃんに会えるとは、いやいや、ありがたいです、はい、いやもうありがたい話ですねありがとうございます。もうシャンドさんに大感謝ですねまさか僕鹿児島に来れるなんて思ってもいなかったんでありがたい話ですよ、ね、本当にもうよろしくお願いします。今日はですね、もうやっちゃんが普段育ててあんなになぜ大きく育つのかというポイントはですね、もうぜひ伝授していただきたいと思いますので、はいはいはい、そこはしっかり教えていただきましょうね。はい、今日もスーパーシンプルに、はい、そうですね、はい、でその後あの皆さんからも質問もどんどんお受けしますので、もう聞きたかった疑問質問をですね、もうどんどん投げかけて聞いていただけたらと思います、はい、そうですね、はい、で午前はですねとっても時間が押したんですよ。なのでもう早速ですね、もう入っていこうかなとは思いますけど、はい、やっちゃんのおさわりだけは元気です時にどさくさに紛れてお尻触ってしてもダメです。ダメなの。抱きついたりですね。やっちゃんがそれを求めてる場合はどうしたらいいですかね。それは特別講師。じゃあもういつも通り僕が YouTube でやってるようなことを今ここでやってます。ちょっと普段はカメラ1台で僕やってるだけなんですけど、これだけ皆さんいるところでやるのはなかなかドキドキですけど、やっていきましょう。鉢は僕、まあ、見ての通りというか皆さんご存知の通り、一般的なプラ鉢がすごい多いですかね。鉢どんなものでもいいと思うんですけども、初心者の方が失敗しにくいのは、なんか水はけのいい鉢。鉢底に穴がいっぱい開いてた方が、水はけがいいんで、水与えます。スーって水が抜けていきます。根腐れしにくいんですよ。初心者の方ほど水はけのいい鉢使えばいいかななんて。思います。そう、スリット鉢で。スリット鉢で根っこ強しって言って、はい、ここ脇にまで穴が開いてて、
これが結構いいらしいですね、どうやらね。そうですね、横に血が抜けていくので、はい、根がまんべんなく回ってくれるらしくて。そうそう、普通鉢底だけじゃないですか。今結構見かけますね、最近ね。はい、釣り鳥鉢がどんどん出てますね、いろんな種類が。なので、はい、なんか今日これシンプルに。お値段もね、多分お手頃なと思うんで、プラ鉢。で、これ使いますね。培養土はね、基本的に値段と育ち方、培養土のお値段と植物の育ち方は、基本的にはまあまあ比例するんですよ。一概には言えないんですけども、激安の土は初心者の方ほど、ちょっと避けた方がいいかなと思います。いつも失敗してる方は、結構その激安の土に問題があったりするパターン、まあまああるので、激安はやめといて、まあ、中程度か、もうちょっとぐらいの培養土がいいかななんて思います。ホームセンターナンバーワン培養土っていう動画を多分3年ぐらい前に出して、その時に本当に育って自分でもびっくりしたのが花ちゃん培養土だったんですよ。これぐらいだと安い、中くらい。ま、高すぎないと思うんですよ。花ちゃん培養土めちゃくちゃ本当育つのは僕、本当に自分で感じてるんで、シンプルにおすすめで、今日僕がイベントやるってことで、パレットでわざわざ仕入れてくださったので、しかもお値段1000円なので、あの、一旦おすすめです。このぐらいの培養土だと、そのままでも十分育つんですよ。赤玉土の小粒をね、あの培養土を混ぜてあげると、土と土の間にこう、粒が入ると隙間ができるんですよ。そうすると、当然こう、水はけ良くなるじゃないですか。で、土と土の間に酸素も豊富に含まれるんですよ。この粒が入ることによって。そうすると、根張りも良くなるし、土の中に酸素豊富になるから、花の育ちがね、より良くなっちゃうんですよ。僕は基本的におすすめしてるのは、もう初心者の方とか普段失敗してしまう方こそ、市販の培養土プラス赤玉土を2、3割混ぜてあげると、すごい、よりお花の育ち方が良くなると思います。これもう自分で検証してるので、絶対おすすめ。あらかじめその市販の培養土、花ちゃん培養土に、赤玉土を3割ぐらい混ぜてます。こんな感じでね、めちゃくちゃ粒が入ると水はけも良くなって、根も張りやすくなるから、これはもう一年草でも、宿根草でも、低木でも、だいたい僕これ使ってます、こんな感じで。で、観葉植物とかを育てる場合は、赤玉土の量をもうちょっと多くしたかな、5割ぐらいにしちゃうとか。なんかその辺で調整すればいいかななんて思ってます。市販の培養土、赤玉土2、3割、マガンプ系、一つまみ取ってパラパラパラってやって、それを一緒に混ぜてあげると、赤玉とマガンプ入りのスペシャル培養土ができるので、まあ、これ使えば相当万能で、どんな植物でも基本的にはよく育つと思います。今回ね、コロロちょっと植えてみます。これコロロご存知の方いらっしゃいます？ボンザマーガレットご存知の方。おお、ボンザマーガレットの方が多い。ボンザマーガレット植えよう。ピンクサンライズ、サンセットオレンジ、なんだこれは。マイク届いてるかな。急に僕遠くに行ったからマイク途切れてるかわかんないですね。ごめんなさい。はい、こっちにしちゃいましょうか、はい。コロロもね、今シーズンですごいいいんですよ。これ麦わら菊、サントリーさんから出てるので、結構育てやすいんですよ。はい、おお、後ろ聞こえにくいですか。大丈夫、大丈夫。オッケー、オッケー、声、おお。そしたら、マムロさん、マムロさん、YouTube やってるじゃん。マムロさん実際お会いしたんですけど、マムロみどりさん。小声でした。上品な方です。上品な方、お上品な方でした。じゃあこれ皆さんご存知のボンザマーガレット植えますね。コスモスピンクは僕のめっちゃ大好きな色で、これと、これも、じゃあもうせっかくだからやっちゃん写真集に載ってるんですよ。僕の大好きな。やっちゃ写真集持ってる方いらっしゃいますか？お、すごい、すごい、すごい。おー、すごい、ありがたい。ありがとうございます。よかったらどうぞ。僕の集大成が詰まってるんで、本当に。あ、ここ見本あるんで、よかったら見てください。ここ置いときますのでね。めっちゃモリモリのとか、なんか本当にお気に入りの写真を、写真集作る。すっごい大変なんですよ、本当に。あ、選ぶのがね。一般人が選ぶのも、写真選ぶのも大変だし、頑張ったやつなので、初めて作った一般人が写真集作るなんて思いもよらなかったんですけども、こんな感じですね。コスモスピンクってすごい花付き良くて。で、サントちゃんの基本的に本当に花付き良くて育てやすいんですけども、これ置いときますね。なんか後で見てください。はい、こんな感じになりますんで、めちゃくちゃ綺麗に。で、これ植えていきたいと思います。じゃあちょっとささっと植えますよ。はい、
で、オンザマーガレットはね、コンパクトにお行儀よく茂ります、ね。そう、本当にまとまりよく育ってくれるんで、で、やることなんて全然普通のことで、本当にどんどん秋のうちに成長しちゃうんですよ。秋から冬も鹿児島とか、僕の住んでる南房総、千葉とか暖かい地域だと、絶えずお花を咲かせ続けてくれる。で、そのぐらい成長してくれるんで、下葉ってすぐ埋まっちゃうんですよ。で、風通しが悪くなるんですよ。で、風通しが良くなると、病気になったり、害虫になったり、なんか株元蒸れちゃったりするんですよ。なので、この下葉を丁寧に取ってあげる、みたいなことを、僕は YouTube でいつも説明しますね。でも最初のこの手間でね、全然後が違いますもんね。そうそう。最初にちょっと一手間をかけてあげると、だいぶ違うんで、これもちょっと楽しみながらやっていただけるといいかな、なんて。まあ、こうやっておくとよりいいかなと思いますよ。その、枯れるリスク、蒸れるリスクが減らせるから、なんかやらないよりはやった方がいいかなっていう。で、こんな感じでほら、下すっきりするんですが。ちょうどいいぐらいじゃないですか。で、土の表面軽く落として。で、こうやってちょっとほぐしてあげると、ね、根っこがほら、ちょっと切れても全然大丈夫ですよ。で、このちょっと出た根っこと、今から植える培養土、これ馴染むんで、そうすると、スーって根が張りやすいかなっていうね。だから、ほぐさないよりは若干ほぐした方が、馴染みはいいと思います、こうやって。オンザマーガレットってもう成長早いんで、大きくしたい方は僕だったら最低7号かな。重たいよとか、うちは小さく育てたいよって方は5号ぐらいでも全然綺麗にいきます。8号に植えれば8号なりのサイズだし、いきなり10号に植える方もいます。まあ、7号か8号ぐらいに植えとけばいいかなみたいな感じはしますね。で、水はけのいい鉢、水はけのいい培養土ができました。これで完了なんですよ、ほぼほぼ。鉢底石は、横に穴が開いてるパターンのスリット鉢は、基本的にはいらないです。鉢底石なくても全然。水がスーって抜けるんで。水はけがいい鉢使うので、僕はもう鉢底石使わないんですよ。お花が終わった後に、鉢底石と培養土分離するのが大変で、もう糸に拾わなきゃいけないなっていうのが、ちょっと嫌だから、僕は今使わないんですよ、基本的には。鉢も土も水はけがいいと、本当に鉢底石いらないんですよ。一応、害虫予防ですね。予防と退治できるんで、秋になると、やっぱり涼しくなると虫も活発になってくるんですよ。まあ、お薬嫌いな方もいると思うんですけども、一応お花を失敗しないとか、アブラムシ大量についちゃって、成長悪くなっちゃうとかいうことが、まあまあ起こるんで、僕がいつも使うのはオルトラ。で、これ、最初に混ぜてあげると、効果が1ヶ月ぐらい続くんですよ。なので、予防的に入れてあげる。で、1ヶ月経ったら効果薄まるので、今度上からパラパラ巻いてあげて、水を与えてあげれば溶けるんで、また効果が1ヶ月とか持続するんで、オルトラン入れます。で、植えるだけ。本当に特別なこと、本当にしないんで僕。で、ウォータースペース。あ、懐かしいな、こういう植え付け動画最近出してないですもんね。出せよって話ですよね。もう復習したいんだ、私はっていうね。出しますね。水やりがこう、少しウォータースペースに溜まるぐらい与えた方がいいんですよ。そうすると水が溜まります。全体的にスーって染み渡るんですよ。ちょっとの水やりだと、与えたところだけしか水がスーって抜けないんで、ウォータースペースに溜まるぐらい水をさーって与えて、でスーって全体に染み渡ることをイメージするといいかなっていう。ちょっと軽くほぐした根っこと、新しい土がこう馴染むんですよ、ちょっと。いい感じに。ふかふかな土に植えられたって言って、こうスムーズに成長してくれるんで、本当にスムーズに成長してくれるんで。鹿児島とかもね、気候がすごくいいので、あっという間に成長するんじゃないですか、マーガレット今植えてもね。そうですね、成長今だったら早いと思います。2週間するとだいぶ変わりますよね。ポワンって一回りちょっと。一回りに、たった2週間で本当に変わりますからね。本当これだけなんですよ。ごめんね、簡単すぎて。なんか別に極意でも何でもないんですよ、別に。シンプルが一番だと思うんですよ、僕。まあ、いろんなものあるから、いろいろ使って試すのはいいと思うんですけども、まあ、それは僕はいろいろ極めてきてからやればいいことだと思ってて、初心者の方とか、あまりお花を育ててたことがない方が、あれもこれも、これもこれもっていろいろやっちゃうと、何が良くて何が良くないのか分かんなくなっちゃって、一体何が効いてるんだろうって分かんなくなるんで、このぐらい全然シンプルでいいと思います。で、日々の管理なんですけど、2週間ぐらいは土の表面が乾いたらとか乾き始めたら、たっぷりお水を与える。ってことを繰り返すと、もう2週間後にはだいぶ変わってると思いますよ。で、1ヶ月もするとね、もう見違えるぐらい。この鉢じゃちっちゃいんじゃないのってぐらいになるんですよ。
多分1ヶ月すると。2週間ぐらいすると大きくなります。根も張るんですよ。そうすると、ちょっと栄養欲しくなってくるんですよ。で、培養土に栄養あるんで、あるんだけど、ちょっと不足し始めるんですよ。そしたら、シンプルなのが液体肥料。夏と違って秋冬が成長、まあやや穏やかだから、1000倍程度に薄めたものを、1週間に1回水やり代わりに与えてあげる。ってことをやると、より育つかなって、より。肥料不足にならず。僕がよく使ってるのが、微粉。で、微粉は微粉でめちゃくちゃいいんですよ。で、これ使うとですね、春夏、あと徒長しやすいペチュニアとかとの相性めちゃくちゃいいですね。気温が高いと徒長しやすいんですよ、植物って。だから、特に春夏はこれ、もう僕はペチュニアはこれしか使わないんですけども、これ使うと、すごい葉っぱが分厚くなるんです。茎もがっちりするんですよ。で、しっかりとしたギュッて締まった株ができるんですよ。成長の早い季節のペチュニアとかだとより効果があるんですけども、なんかマーガレットとかだとなんかそこまで株締めなくてもいいし、これから気温が下がってくるから微粉使ってる、まあ、使うんであれば最初のどっか1ヶ月ぐらいでしょうね。1ヶ月から2ヶ月ぐらいかな、ね、冬までにしっかりとした株作ってあげるんですよ。 もしこだわるんであれば。で、微粉与えていい株を作ってあげる。で、しっかりと冬越しできるような株に微粉で締めてあげるっていうのがいいかななんて。微粉だけやってるとね、逆にね、詰まりすぎちゃうんですよ、ぎゅーって。マーガレットはですね、マーガレットは特に。ペチュニアは僕微粉だけでも全然いいと思うんですけども、2ヶ月ぐらいこれ与えてもいいし、最初からこれでもいいし、面倒であればね。微粉にこだわる必要はないかなと思います。秋冬は特に規定量を定期的に、1週間に1回規定量を定期的に与えるってことが一番大事だと思います。1週間に1回1000倍に薄めたのを与えましょうはまあまあ理想で、まあ、僕はやりますよね。 YouTube もやってるし、皆さんにお伝えするからまあやったりもするんですけども、固形肥料っていうこのスペシャルなものもあるんですよ。効果が1ヶ月ぐらいのものだったりとか、 IB とかありましたっけ。これ IB の肥料、これ効果1ヶ月ぐらいでしたっけ。そうですね、1、2ヶ月。なんかね、物によって違うんですよ。プロミックって効果2ヶ月なんですよ。7から9、5で4錠なんですよ。だから簡単なんですよ。4つって4つ置けばいいやみたいな。で、効果が2ヶ月続きます。で、液体肥料めんどくさいよとかね、そっち与えられないよって方はこれだけでもまあまあいけると思います。僕は一応2週間後からですね、液体肥料を使い出すのと固形肥料も一緒に併用する。そうすると時々液体肥料忘れたとしても、なんか毎日の水やりで少しずつ溶けてくれるんですよ、固形肥料って。なので、まあなんか肥料をあげないはちょっと元気なくなってくるんですよ、最終的に。春までね、ずっと育て続けるわけですから、肥料切れちょっと起こしやすいから、一応併用するやってあげると一番いいかなと思います、理想はね。面倒だったら固形肥料だけでも、せめて固形肥料だけでも与えてみるとだいぶ育ち方変わるかななんて思います。一回の量って、一、ま、回ザーッとあげて、はい、もう一回ぐらい最初はあげますか？あ、そうですね、うん。最初って土が乾いてるんですよ。だから、お水を与えた時に、吸いにくいんですよね。ちょっとね、弾いちゃって吸わない時があるんですよ。最初の水やりはね、ちょっと一回サーって与えて、なかなか抜けないよって時もあるんですよね。水弾いちゃうから。だから最初の水やりは、ちょっともう一回。二分割ぐらいで。うん、二分割ぐらいであげると、しっかり土が締めるかななんて。最初だけちょっと気をつけた方がいいですかね。そうですね。なんか結構皆さん、うん、お水あげてるんですっていう量がちょっと足りなかったり、はい、逆になんかこうすごい気にして、はい、いやこれどうかなって言ってすごい指を突っ込んで、いや中はまだ湿ってるけどどうかなって言いながらこうね、気をつけながらやるっていう方もいらっしゃるので、はい、水やりって意外とこうあと水やるだけなんですっていうのが、はいはいはい、いやこの量どうなのっていうところがちょっとあるのかなと思ったりして。僕ね、誰かの動画で見たんですよね。まだ中乾いてるから水あげなくてもとかいう方もいらっしゃるようなんですよ。すごい感じるんですけど、そんなに水やりに神経質にならなくても細菌の苗めちゃめちゃ強いんですよ。細菌の培養土も進化してるんですよ。そうですね。で、苗も進化してます、培養土も進化してます。20年前30年前に言われたことをしなくても結構簡単に育つんですよ。だから僕、変な極端な話、毎日水やりをするっていう実験 YouTube でやったんですよ。毎日水やりしちゃうんですよ。日草でも今シーズンやったんですよ。マリーゴールドでもやったんですよ。で、秋冬はパンジービオラでもやりましたね。ネメシアでもやりました。毎日水やりすると、めちゃくちゃ成長するんですよ。不思議なぐらい。根腐れしないんですよ。
土が乾いた時に水を求めて根を張りますか、皆さん言うじゃないですか。僕もそれを信じてずっとそのまま通りお伝えしてたんですけども、2年前にビオラに毎日水やりをするっていう実験をやったらめちゃくちゃ育ったんですよ。まあ、でもしっかり赤玉も入ってるから、そうそうそう、ちゃんと毎日やってもはけてくれるんですよね、うん、そうかもしれない。だから水はけのいい鉢、水はけのいい土を使ってるともう根腐れしにくいし、水やりまだ大丈夫みたいなことまではしなくても、まあ、乾いてきたらやればね、うん、あのなんか、あ、土乾燥してきたなぐらいのタイミングでもっと、もっと自由に、もっと気楽に水やりしちゃっていいかなって思ってますね。で、実際体験してるんで、あの、そのぐらいの感じでも全然大丈夫なので、一般人ならではの視点で、なんか多分しがらみないので僕何でも言えるんで。ですね、なんかもう、はい、ちょっとね、特に今年みたいにこんなに暑いと、はい、ちょっと気楽にこう園芸楽しめる方がいいですもんね。そうですね。で、あとはなんかこう今年ちょっと底面給水も検証してみたんですよね。底面給水もめちゃくちゃ検証したんですよ。日日草とか、スーパートレニア、坂田さんのサンパチェンスってすごい、ホームセンターさんにすごい並ぶ人気のお花。全部よく育ちました。底面給水で。で、ここにお水、受け皿の水が溜まるんで、水やりの回数が半分とか半分以下になるんですよ。いつ水やりしてもいいんですよ。要は受け皿にさえ水があれば、土がカラカラにさえならなければ大丈夫なんで、もう特に、スーパートレニアね、めちゃくちゃよく育ちました。これインスタにも投稿したんですけども、サンパチェンスも、あれ水切れすっごい早いんですよ。底面給水で、もう健康的に育ちましたね。で、土はこれと一緒。底面給水やると、夏の園芸がめちゃくちゃ楽になるんですよ。まあ、秋は土がまだね、乾きにくいからどうかわかんないんですけども、まあ、一応でも僕秋もパンジービオラ、マーガレットで底面給水使って検証してみますね。どうなったかも、YouTube でお伝えしていこうと思ってます。あ、ヒューケランも毎日水やりでめちゃめちゃ育ちました。そうですか。いやいや、すっごい育ちますよ。あ、そうですか。普通に僕が管理するよりも、毎日水やりしてた方が、超モリモリですよ。本当ですか。今ヒューケラもし買ってな植えるじゃないですか。普通の植木鉢でいいんですけど、毎日水やりするんですよ。朝でもまあいつでもいいんですけど、毎日水やりしてると春にはお気に入りのヒューケラいつも失敗する方いません？ヒューケラ難しいでしょ？難しいじゃないですか。説明見るとヒューケラは乾かし気味の土がいいですって書いてあるじゃないですか。僕はちょっと待ってと思ったんですよ。怪しいぞと。ちょっと常識を、僕、常識で生きてない男なので、新しい常識は非常識から生まれると思ってるんですよ、なんと。だから、みんながやらないことをあえてやるんですよ。それがうまくいくと、それが新しい常識になるんですよ。これだ。やっちゃんゴルフ。新しい常識は非常識から生まれる。時々動画とかライブでもお見せするんですけど、このぐらいの普通のスリットあるじゃないですか。ごく普通の緑のスリットに、ヒューケラ11月か10月に植えたんですよ。今、すごいです。本当ですよ。こんなちっちゃい鉢で、本当にでかいんですよ。びっくりしちゃいますよ。これ試してほしいです。本当に。毎日水やり。これで、この土で。そうそう、この土で。毎日水やり。固形肥料は、毎日水やりするから、多分、効果は1ヶ月も持たないと思うんですよ。1ヶ月に1回交換するみたいなのとか、あとは週に1回液体肥料1000倍に薄めて与えるってことをやってたら、本当に毎日水やりですっごい育つんですよ。乾燥が好きって言われてる植物も、皆さんが失敗ばっかりするヒューケラも、今度やっちゃん方式で、今年出回ったら、ぜひシャンドさんで買っていただいて、なぜならやっちゃんを呼んでくれたからね。感謝の気持ちがあるので。なので、そういう風にやると、やっちゃんの言った通り、毎日水やりしてたら、ビオラもヒューケラも、ネメシアも、金魚草も、何でもよく育ったよっていうのを、逆に教えてもらいたいです。また僕ライブ配信やったりするんで、僕もやりますので、失敗しても僕のせいにしないでくださいね。そこはね、さすがにね。自己責任なんで。あ、今ぐらいでいいですよ。何にしても。馴染む程度。はい、馴染む程度。そんなに一生懸命ほぐすも、なんだ僕、それも検証したんですけど、実は。皆さん根っこを軽くほぐしましょうって言うんですけど、掘った抜いてそのままやって、今ちゃんとやったけど、抜いて土やっとけば、別に普通育つんですよ、本当は。あのガチガチに根が回ってなくて、ね、そうそう、根がガチガチになっちゃってれば別ですけどね、意外とそのぐらいシンプルで育ちますね。だから その辺も全然自由です。はい、ほぐしたければほぐせばいいしで、ほぐしたくなければほぐしたなきゃいいし、僕はちょうど間を取って
少しほぐす。まあこれぐらいでいいかなって思いますね。はい、そうです。でも店内回りたいんですけど、観葉植物せっかくだからやってみましょうか。はい、そうですね。はい、これ僕すごい提案なんですけども、アクアセルってご存知の方います？なんで僕アクアセル結構知ってるんだ。使ったことがある人。あ、まあまあいる、まあまあいる。例えばこれに使うと一年草じゃないですか。で、一年草の場合だと一年でアクアセルね、また次のに変えなきゃいけないとかだと、ちょっと僕はもったいない気もするし、シクラメンだったり観葉植物との相性がアクアセルって本当に良くて、僕ライブ配信では観葉植物そんなに詳しくないんですけども、水やり大変、あとは室内だから水、室内で水やりします。受け皿にお水が溜まります。受け皿に水を溜めておくと、根腐れするから、受け皿の水は捨ててくださいって言うじゃないですか。観葉植物めんどくさいってなるんですよ。このアクアセルって、これね。このスポンジってなんか酸素とお水をバランスよくすっごい含むんですよ。酸素をめちゃくちゃ含んでくれるんですよ。当然水も含んでくれるんですけども、酸素めちゃくちゃ含んでくれるんですね。で、ここに根が到達すると、根っこって酸素大好きなんですね。観葉植物がツヤツヤになって、すごい簡単に育つんですよ。今からちょっと植え付けるんですけども、受け皿に水が溜まってても全然余裕というかむしろそういう育て方なんですね。なんかお家の観葉がすごい、あれですよね。調子が良くなったり、ね。お家の観葉すごい調子がいいんですよ。これもやっぱ僕あんまり観葉詳しくないんですけど、うちの観葉がすごい元気になっちゃってびっくりしちゃって。これもやっぱ少し崩すんですかね。軽くでいいですよ。そんなに混み合ってないので。混み合ってないですもんね。これなんなら そんなね、ちょっとでいいぐらいかな。これ土だけにしちゃうと、べちょべちょになっちゃうじゃないですか。根腐れ起こしちゃうんですよ。これアクアセル3分の1ぐらいですかね。これだとね、5号鉢とかで、観葉植物ってそんなに植え替え必要ないじゃないですか。3年とか、なんか下手すると5年ぐらいいけるし、アクアセル、まだ新しいもので、あまり知らない方もいるかもしれないんですけども、植物が欲しい時に欲しいタイミングで水をくれるらしくて、これ観葉植物の相性すっごい良くて、で、観葉植物だとちょっと水はけがいい方がいいんですよね。なので、僕は、まあ、カヌマを5割ぐらい混ぜるかな。赤玉よりもカヌマの方が水はけいいんで、まあ、カヌマがない場合は赤玉5割ぐらいでもいいと思うんですね。いつもの花ちゃん培養土とかに、これ赤玉ちょっと多めにして水はけ良くしてってやると、アクアセルちょっと使うだけですっごいよく育つんですよ。だから観葉いつも育てるけど失敗しちゃうって方います。またそしたらいやそうあれね、多分うまくいきます。誰でもこれすっごい画期的だなと思って、これだけでいいんですよ。もう全然そうすると水やりがこれすごい楽で、本当に底面給水の容量で大丈夫なので、アクアセルがすごい水を含んで、植物が必要としてる分だけ離してくれる。そうらしいんですよ。そうらしいんですよ。で、これ比較的まだ新しいし、僕も使い始めて半年ぐらいだから、よくわからないんですけども、とにかくシクラメンだったりとか、観葉植物との相性はめちゃくちゃいいと思うので、ちょっとせっかくだからこれは僕は本当にいいと思ったものなので。一回上から上げて、あと下にちょっと溜まっとけば、ね、最初は上から水上げてもいいかな。で、しっかり土含ませて、あとはここにお水が、切らさないようにしておけば、ね、そうすると観葉植物ずっと家の中でもいいし、溜まったお水わざわざ外にも捨てなくていいし、植物が本当にツヤツヤで元気になるんですよ。で、これ僕ライブ配信でこれもお部屋に飾ってあるんで、いくつも育ててるんで、こういうやり方するとね、観葉植物で困ってる方はめっちゃいいと思います。全部入れ替えたんですよね、アクアセル入れて。そう、全部観葉だからアクアセルにしちゃいました。水やり楽、健康的に育つ、これ画期的だなと思って。もしあれだったら試していただいて、試して、僕は皆さんに逆に教えてほしいんですよ。こう、あやちゃん私使って本当に良かったよとか、なんか思ったよりそうじゃなかったよとか。まあ、とりあえず僕が使ってみた感じ、もう観葉との植物、抜群ですね。相性が良かった。相性がいいのと手が何にもかからない。これをお伝えしたかったです。はい、はい。これもシンプル。はい。超シンプル。はい。というところで。はい。じゃあ、ちょっとだけ店内さん。店内さん、じゃあ行ってみましょうか。なんと、はい、今日は、
鹿児島のシャンドフルールさんにやってきました。はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、初鹿児島。初なんです。はい、人生初です。そうですね。はい、ありがとうございます。生やっちゃんに鹿児島で会えるとは。僕YouTuberさん。YouTuberさん、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では今日はせっかくですね、講習会に来てくださった皆さんと一緒に、はい、ちょっとあの店内を巡りながら、はい、やっちゃんおすすめの植物を、はいはい、紹介していただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、皆さん。よろしくお願いします。はい。じゃあ、ちょっと行ってみましょう。公開収録で今、はい、100人ぐらいの方がこちらにいるんですよ。大変なんですよ。100人は言い過ぎたかな。ちょっと行ってみましょうか。はい。はい。まずはちょっとウィッチフォードがお出迎えで。ウィッチフォード。はい、ウィッチフォード。知る人ぞ知る。イギリスですか、はい、イギリスの手作り鉢で。これ、はい、超高級とお伺いしましたけど。そうですね。いろいろあるんですけど、はい、ただですね、ちょっと割れにくい鉢だったりとか、はい、生育のいい、底穴がですね、大きく作ってあるんですよ。はい。はい。このぐらいのサイズだったら、年末のビオラとか植えるにもバッチリなサイズでですね、はい、いろいろ置いてますので、気になる方はぜひ後でまた。ご存知ですか、ウィッチフォード。はい。買って帰りたいと思います。はい。はい、じゃあそこはさらっと言って、じゃあ次行きましょうかね。ね、すごいね。ここいいですね、雰囲気があってね。あ、そうですね、ちょっと水場もあって、はい、ありがとうございます。こうすいませんね、皆さん、YouTuber みたいなことしててね。スイッチ切り替えたみたいなね。まずはどこから行きましょうか。まず PW さん行きましょうか。あ、PW さん行ってみましょうか。ね、せっかくなので。僕もよく育てているという。はい、今、PW さんで、僕が推したい品種が3品種、4品種あるんですけども、これ今ね、売り切れ必須らしいですよ。アムソニアストームクラウドですって。長寿草って言ったら多分昔から園芸好きな方は分かってらっしゃると思うんですけど、宿根草で早春に空色のお花が咲いてくれるんですよ、可愛いのが、はい、で花付きはそんなに長くないんですけど、山野草っぽい感じでわーっと新芽が出て、その先早春にですね空色のお花がわーっと咲いてくれて、とても可愛い強肩種です。一回植えとけば霜雪も強くて暑さにも強くて毎年咲いてくれる、植えっぱなしで。これのすごいのが、はい、春の芽吹きが真っ黒らしいんですよ。真っ黒な芽が出てきて、これが圧巻だって言ってましたよ。そうです、紫、濃い紫みたいな感じなんですけど、はいはいはい、バーッと出て、その後に空色のお花がパーッと咲いてくれるんですよ。すごい可愛い。芽もツンツン立ってすごい可愛い。これがちょっと大人気品種で。大人気ですね。はい、欲しい方は、取ってください。ここと多分前に1個と、うん、あと残り3個です。多分なくなると思います、はい。これも超気になってたんですけども、モナルダ・ホーグ。2色あったね。2色ありましたね。ローズと、あ、でもここローズしかない。ローズしかない。あ、下がもう1色。もしかしたらどうかな。でもこれも3ポット。多分下にもう1個あると思います。モナルダって背高くなりすぎるのと、増えすぎて困っちゃう方いるんですよね。そうなんですよね。これだとコンパクトにもなんかまとまるらしいんですよ。35から45ぐらいなんで、本当にちっちゃいですよ、ね、コンパクトで咲いてくれるので、モナルダってわーってなってしまうので、はあ。困っちゃうらしいですもんね。はい。これは僕は絶対買います。これともう一色あるんで。はい。下にもしかしてもう一色あったら、お得ですね。皆さんゲットしてください。あ、これ新しいやつだ。そうです。PW さん好きとしてはね、これ4年間押し続けてるっていうのもおかしいんですけども、滝井さんにカメラマンやってもらえればこんなにいいのかな。大丈夫。問題なし。問題なしだ。さすが。ラグランジアのオーロランジュ、今話題です。欲しい、欲しい。そうですね、新品種。はい。これもいち早く入ってますね、すごいね。そうですね。ベビーナエ。ベビーナエって、大きいポットだと2キュッパとかね、3000いくらしちゃうんですけど、ベビーナエお得なんですよね。そうですね、1680円にしてます。安い。はい。今年の新発売。これ話題ですよね。話題です。はい。よかったらぜひ、ゲットしてください。はい、で、僕実際今年育ててめっちゃ良かったなっていうのが、ヘリオプシスのサマーパレット。2色ありますね。あ、これも2色あるんだ。はい、2色です。なんかね、ちっちゃいひまわりみたいで、すっごい強かったですよ。ヘリオプシスね、強肩なんですよね。強肩でした。はい、ヘリオプシス、超強い。そうなんです。寒さ強いですよ。寒さにも強い。暑さにも耐えます。冬地上部いなくなっちゃいます。いなくなっちゃいます。心配になるんですよ。あ、枯れちゃったって。芽吹いてきました。めっちゃめちゃ良かったですよ、これ。そうですね。うん、これはおすすめ。これ強かったです。はい。すごい良かったです。そうですね。シンプルに。あとはもう大人気の。あ、ネペタキャッツパジャマか。はい、ちっこいネペタですね。そうです。ネペタは、大きくなりすぎて困っちゃう方もいるけど、PW さんの Y 製品種って言うんですか、ちっちゃいコンパクト品種で、花上がりもいい。で、何気に超。これも人気ですよね。そうですね。もうブルーの花って大人気なんですけど、それでコンパクトで綺麗に咲いてくれて、出根で強い。ね。はい。お花の株元にぴったり。お花の株元。あ、バラね。バラの裾にね。
うわ、すごい。バッチリですね。ピーラベルさん、この時期にこれだけ充実してるってすごいですね。あ、公開収録すごい。はい、いろんなのが、はい。はい、ありますね。ですね。あとはもうお庭持ってらっしゃる方なら、このバーベリスの三畳イネオ。これが今この色なんですけど、冬がね、真っ赤になるんですよ。これいいですね。真っ赤になってくれて、ちょっとね、トゲがあるので気をつけてほしいんですけど、この真っ赤っかの葉っぱが本当に綺麗なんです。花がなくても、もう綺麗に見られるという。これなんか、葉っぱを楽しむみたいな印象ですね。そうなんです、そうなんです。じゃあ次行ってみましょうか。次行ってみましょうかね。あといろんなお花があるんですよ。なんか荒木さんのおすすめの何かとか、はい、僕の知らない世界とか。あ、今ある中だと、サルビアのアズレアっていうのも、これもですね、あのブルーの爽やかな色のお花で、宿根なんですよ、はい。このアズレアがですね、アズレア。スーッとした姿で、この上に空色の綺麗なブルーのお花が咲いてくれるんですよ。はい、お行儀よくなってくれて、これがですね、宿根で毎年なんです。なんとこの株に。親株すごいですよ。この株に育ってくれる。すごい、これ綺麗だなと思ったんですよ。まとまりが良くて、はい、そう、すごいですよ。お庭のある方とかはもちろん、あの植えてボリュームよくこんな感じしていただけるといいし、あの寄せ植えとか鉢植えですると、もちろんこんなには育たずにコンパクトに咲いてくれて、あっこれはね、ちょっと見本に3株寄せてるんですけど。あ、でもね、これまとまりが良くてすごいですよ。そうなんですよ。あの、すごい綺麗だなと思ったんですよ、ここ、ね、昨日来た時に。はい。なんで寄せ植えでもいいし、お庭でもどちらでも強肩で咲いてくれる。すごいですね。スッとしてていいですね。はい、トーテーランってこれもシルバーの葉っぱで、このブルーのお花がこう次々咲いてくれて。これ超丈夫じゃないですか。そうなんです、超丈夫なんですよ。普通この白い葉っぱでちょっと産毛が生えた種類って、はい、暑さとか湿気に弱いのが多いんですけど、はいはいはい、これはですね、結構強いです。で、こんな風に踊るようにいっぱいお花が咲いてくれるので、はいはい、すごい可愛い。ブルーと白のコントラストって大人気なんですけど、でこれ結構あの生産者さんがあのやっぱ改良を進めてて、コンパクトで花付きよくて、はい、丈夫っていうのをやっぱり毎年毎年選抜して出してらっしゃるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。だからだんだん年々良くなってる。なるほど。こういうのも選抜されていってるんですか。そうなんですよ。やっぱり知らなかった。生産者さんの努力がですね、ちゃんとあるんですよね。はい。そうなんです。わ、かわいい。ゲブラさんの苗って、なかなかお見かけする機会がなかったりもするんですよ。僕みたいな田舎だと。あ、そうですか。すごい充実してますね。あ、すごいいい香り、ね、いい香り。香りもそうね。香りもするね、メシアで。すごいね。あ、大行列なんですよ。はい、大行列。大行列でございます。どうぞどうぞ皆さん。ちょっとだけ涼しいです。あ、香りいいね。ちょっとだけ涼しくなりますので、どうぞ。はい、僕、こういう系統の、あれは、あ、系統って別にこの系統と書いてたわけ。こういう系統の撮影は、ほんと慣れてないんで、家基本なんでね。ちょっとドキドキですよ。やっぱネメシアってまだあの暑いので、はい、今からの季節なんですよ。秋今からが、あの、今からですね。まさに今からですね。そうなんですよ。滝井さんとかの狂犬師のネメシアとかも後で来るんですけど。滝井さんのもこれからですよね。これからです。滝井さんのも好きですよ、僕。そう、すごい丈夫なんですよね。はい、でもゲブラさんの、なんでこんなに、やっぱり向こうは高台だからでしょうね。こんなに早く、入荷早いです、ね。ちょっと早すぎるぐらいで、ちょっと心配したぐらい。ね、なるほどなるほど、はい、なんですけどもう大人気のあの香りネメシアで、はい、ネメシアもですね水はけのいい用土が、まあ、やっちゃんの基本の植え付けで全然大丈夫ですね。そうですね、あの培養土に、ね、花ちゃんにどっか 2,3 割赤玉を混ぜるぐらいが、ね、多分ちょうどいいかもしれないですね。この辺も次々咲いてくれて、悪くなったらねちょっとカットしていただければ、そうですね、また復活してくれる、切り戻せばいけますもんね、はい、強い品種なのでおすすめですね。はい、はい、あとさっきのトーテーランのこう白花も向こうの方の横に多分ちょっとあっち花が途切れてるかもしれないですけど、白花なんですね。はい、白花トーテーラン、はい、可愛いのがありますので、はい、その辺もちょっと見ていただけたらなと思います。お、にゃんたんさん、インスタやられてる方だ。あ、そうなんですね。すごい、すごい。サンサンガーデン投稿画像、にゃんたんさん。にゃんたんさんびっくりですよ、急に名前呼ばれて YouTube で、ね、よっチャンネル、にゃんたんさん呼ばれてましたよみたいになりますからね。にゃんたんさんすごいね。すごいですね。すごいすごい。はい、へぇー。ちょっと数量限定で、ちょっと少ない、コンパクトで、1本でもなる、ベランダでも OK というですね。これ今話題で、なんか、品切れ続出らしいですよね、そうですね、限定品で少ないんですけど、欲しい方はぜひ、あと限定残り、ここと前に1個あったかな、5個ですね。わ、はい、ちょっとしかない。はい、昨日いっぱいあったのに。そうですね、昨日はまだ入ったばっかりだったので、フルラインナップだったんですけども、あ、そうなんですよ。あの、これ限定品で予約して入れていただいたので、鹿児島はうちだけです。わあ、すごい。はい。福岡のエコマルシェ鬼塚さんには来てましたね。鹿児島はうちだけなので、ぜひ、はい、ベランダでもいけるコンパクトタイプの美味しいブルーベリーです。おお、いいですね。はい。すごいすごい。ぜひよかったら、はい、見てみてください。はい。ね、これ山田さん、これ映せますかね。あ、
もう可愛いですよね。これすごい可愛いんですけど、何でしたっけ、バタフライ？バタフライピー。バタフライピー。豆かもしれない。で、冬は枯れちゃうんですね。そうです。植え込みの時期がいつはいいですか？もう春です。春に。そうなんです。春なんですよ。すっごい綺麗な青い花で、可愛いんですけど。ね、この冬はすごいよ。そうなんです。ハーブティーで色が変わるんですよ。あのレモンを絞ると。いや、これね、鮮やかな青だなと思って。そう。お豆さん、これ。お豆さん。そう、お豆さんができて、はい。霜が降りる頃まで楽しめるんですけど、はい、まあ、しまえて、あともう、苗はここにあるだけで、コンパクトですればなんとかいけるかもですね。はい。はい、ということでですね。ちょっと簡単ではありましたけど。簡単ではありましたけども。はい、ちょっと店内散歩ということで。そうですね。まあ、他にも店内観葉植物だったり、おしゃれなね、植木鉢だったり、いろいろあるんで、はい。あとね、外がね、こう映したいんですけど、ところどころに木とか植えてあったりとか、もうこの雰囲気もぜひ楽しんでいただきたいんで、来てください。はい。ぜひ。ぜひぜひ。ぜひいらしていただけたらと思います。そんな感じですね。はい。そうですね。はい。ありがとうございました。はい。じゃあちょっと、引き続き。引き続きイベントの方に戻りましょうか。はい。戻って、はい、はい。じゃあ YouTube の皆さんはこの辺で。はい。はい。はい、ありがとうございました。またねー。はーい。初めての鹿児島だよー。お一人様、じゃあこれプレゼントということで。まずはマーガレット。はい。まずはマーガレットやりたいと思いますので。はい。最初はグー。じゃんけんぽん。お、グーの方、グーの方立ってみてください。お、今度はいっぱい。おー、まあまあいるぞ。午前中より強いぞ。午前は2回で終わったんですよ。2回で勝ち上がって。午前中でね、一瞬で決まりましたよね。じゃあ、2回目いきまーす。いきましょう。はい。はい。最初はグー、じゃんけん、ポン。おー、パーの方。パーの方だけ残ってるぞ、まだ。だいぶ縛られましたね。お、ふーちゃんもいるぞ。はいはい、じゃあ次行きましょう。次あたり決まるかもよ。はい。最初はグー。じゃんけんぽん。パーの方。パーの方。あ、パーの方一人だー。すごーい。さっき負けた方もじゃあ皆さん参加してください。はい。はい、行きまーす。最初はグー。じゃんけんぽん。グーの方。グーの方。おお、午前より強いぞ。おお。午前よりず、ね、午前中の方々激弱でしたよ。本当に割と早く決まりましたよね。激弱でしたね。はい、びっくりするぐらい。はい、じゃあ行きましょう。はい、最初はグー、じゃんけんぽん。チョキの方。チョキの方。お、チョキの方。お、だいぶ絞られた。お、チョキの方。チョキの方、よし。おー、すごいね。グーの方。グーの人。お、二人いる。二人いる。よし。これは二人でじゃんけんしてもらいます？二人でやるか。でも、二人でやると、うん、ここに亀裂が走るといけないから、うん、僕とやってもらいましょうか。わかりました。よし、行きましょう。はい。最初はグー、じゃんけん、ポン。おー、勝った。よし。はい。すごい。すごい。じゃあ、贈呈式を。すごい。これはぜひ、あ、アクアセルを買われた方じゃないですか。おー、これは。いや、じゃあ、お写真。これ、ぜひ、あの、経過観察というかね、楽しみに。そう、あの、いいですね。うん、いけると思いますよ。はい、共に、検証していただけたら。これはすごいな。ここの先端を切り戻すんですけど、うん、はい、この中のところで、こう、伸びててお花が咲いてるのがあるじゃないですか。はい、そこの先端も切っちゃっていいんですか？はい、切っちゃいますね。先端は全部落とした方がいいです。もう自由ですよ。もうちょっとここの辺から伸びてて、もうとにかく全部もう先端は切っちゃいます。先端切っちゃいますね。はい。そこいつも迷って、先しか切らなくて、全然大きくならないような気がして。おお、だからで、要はこういうことですよ、ね。はいはい。こういうのだ。はい。こういうのは、切りすぎちゃうとほら、節がなくなっちゃうんで。はい。でも今の時期にね、花咲かせてあんだけまとまってるんだったらいいですよね。他に質問ある方いらっしゃいませんか？元パチプロですかって質問ないですか？意味がわかんない。ちょっと YouTube 出ちゃうじゃん。意味が。しっかり撮影されましたよ。正解はですね、元パチプロではありません。あ、はいはい、どうぞ。はい、これはね、楽しみ方をどうするかっていうことと、うーん、そうだな、残暑こんな感じが残っていればもう一咲き咲いてくれるかもしれないんですよ。ただまあ本来の秋の気候に戻ってしまった場合、戻りが弱くて、あんまり咲かない可能性もあるんですよ。で、本来だとね、9月の中旬、まあ、品種にもよりますけど、9月の中旬ぐらいが最後の満開のピークな気がするんですよ。そこから少しずつ下り坂になっていくから、
今切り戻しするぐらいだったらそのまま楽しんじゃうかな、僕だったらっていう思います。伸び具合にもよります ね、 そうですね。中心がもう全然剥げてしまってちょっとボロボロで先端だけっていうならもう諦めて切ってもいいけど、うんうん、まだつぼみもなんかどんどん出てきてて切るのにもったいないなっていうならもう一息かけて、ね、もう切るのでもいいかもしれない、うん、はい、葉っぱを残して切れば多分鹿児島だと全然年末まで育つ。もう一回いけそうですか。もう一回いけるか、株が揃ってちょっと時期ずれるけど咲いてくれるかするので、じゃあやる価値はあるかもしれませんね。そうですね、株を再生させてもいいかもしれない。お、はい、ありがとうございます。他にいらっしゃいますか、質問大丈夫ですか。はい、おカメラマンさん、いい、はい、今日の撮影で使っちゃいけないシーンを教えてください。おアジサイの部分じゃないですか。アジサイだけ省きましょうかね。アジサイはあれやめた方がいいですよね。マムロさんが声がちっちゃいとかはいいですか。あそこわマムロさん声ちっちゃい。あ、別にあその多分悪い伝わり方し言ってないですよね、多分。それは大丈夫じゃないですか。その後ちゃんとお上品って言いました。お上品、お上品。いやいや、声がち、うん、そうそうそう。あのね、マムロさんとね、グリーンギャラリーガーデンズの堀田店長。そうですね。声が小さめ。そうですよ。おとなしい方ですから。やっちゃん声でかい。なあ、お二人が小さいんじゃなくて僕がでかいのかもしれないです。そうですね。どうもです。そうかもしれない。はい、大丈夫です。でもどうしよう、私も今そうですねって言って。なんて失礼な。マムロさん、堀田さん、ありがとう。どこかでまたお会いしましょう。ありがとうございます。はい。あとはやっちゃんが自腹ですごい頑張ってデザインして、はい、さっきのねサインも見せたいぐらいでしたけど、猫ちゃんもサイン書いてくれるので、そうですね。はい、グッズをご購入いただいた方にはサインでも何でもやります。はい、記念撮影でも何でもします。ぜひ気に入ったのがあったらですね。グッズ作るの頑張ったんで、ぜひよかった。ね、やっぱり全然もういろんな種類作ってらっしゃるんですけど、やっぱりいろいろ考えるとね、儲け出して頑張って作ってらっしゃるみたいなので、本当にそうそう、これ商売だと思わないで、もうシンプルにいいなと思って買っていただければとか、はい、やっちゃん応援したいみたいな気持ちで買っていただけると嬉しいかななんて思います、はい、シンプルに正直に。今日は長い時間、はい、はい、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、どうもありがとう、はい、本当に呼んでくださってありがとうございました。ありがとうございます。もう皆さん喜んでいただき、はい、わぁ、嬉しい。おぉ、写真集、やっちゃう写真集、すごい、はい、嬉しい。はい、これサインを。はい、これ多分持ってらっしゃった方ですね。ああ。はい、よかったら。あとですね、花ちゃん培養土も、今日はちょっとセールで、税込みで1000円でお安くなってるので。で、あとですね、滝井さんの分で、ちょっと今、かげったから、できない。このくるくる回るハチドリちゃんもですね、とっても可愛いので、よかったらぜひお庭のお供によろしくお願いします。花ちゃん培養土結構こう お手頃だからいいと思いますよ。育ちもいいし。どうぞどうぞ。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。嬉しい。